はい、タンタンです。うちのお店ではちょこちょこお取り扱いをさせていただいているオークラフトですね、こちらの方が入荷いたしました。今回はこちらでちょっとこんな感じでかなり綺麗な状態のものなんですけども、一応中古品になります。見ての通りこんな感じで、ボディ、ネックともに、オールハワイアンコアを使ってますね。で、これはこんな感じですね。はい、で、ピックガードもウッドで、これはローズウッドで切り出して作ってるものになりますね。はい、で、指板もこういう感じでワンピースコアになるネックになっているので、こういう感じの塗装が入ったネックになっています。で、まあ、見た目のあと特徴的なのはビグスビーもついてて、テレキャスタースタイルなんですけども、まあ、アーミングもできるという形の一本になっております。で、ピックアップはフロントはこれミニハムですかねと、リアはテレキャスタータイプのこのシングルタイプのピックアップになっていますね。ちょっとなんでフロントの方がやっぱりちょっとパワーが太めの音に、リアはやっぱりパキパキのミックスするとこんな感じですね。フロントはやっぱり普通のテレキャスターのシングルよりはちょっと太めなのかなという印象ですね。はい、チャンプを使ってるんで、ドライブチャンネルとかはないんでちょっと音量を上げて歪ませてるんですけれども、やっぱりフロントの音はなかなかやっぱり歪み方も出力があるんで迫力ある感じですよね。でリアは独特の
で、まあ、原因を上げてもやっぱりリアはね、こういうちょっとパキッとした音なんで、そんなにこういうタイプだと歪まないのかなという印象ですね。なんで全体的に歪ませるんだったらやっぱりあのアンプだけじゃなくて、あのオーバードライブなりブースターなりっていうのを使うと、より歪ませたりするときには使いやすいのかなという感じはします。はい、ということで、まあ、これルックスもね、かなりこういった感じでかっこいい、ちょっと待ってね、こういう感じですね、うん、なかなかね、まあ、コアのボディっていうのはエレキの中では少ないとは思うんですけれども、まあ、かなりこういった木目のね、出たいい感じの木をこんな感じで使っていますので、まあ、ルックス面でもそうですし、まあ、音もね、まあ、オークラフトはピックアップ、両方とも自分のところで巻いてるんで、まあ、信頼性も非常に高いと思いますし、かなりいい楽器になってるんじゃないかなと思います。でちなみにピックアップカバーもこれ、これローズかな、うん、そうですね、ローズウッドで削り出してカバーも作っていますんで、こう全体の雰囲気が非常に統一感があるというか、ウッディな雰囲気に仕上がっております。こんな感じですね。もちろん調整セットアップの方は全部済んでて、ネックの方も全くトラスアウトも普通に効きますし、問題なく弦高の方も非常に今のところ弾きやすい状態になってますね。ちなみに1弦側で今、ごめんなさい、6弦側で2ミリちょうどぐらいかな、1弦側で 1.4 とかそのぐらいになっています。かなり弾きやすいんじゃないかなと思いますね。結構生音もしっかりしてると思いますね。まだまだ新しい楽器自体は非常に新しい、まだ1年か2年2年も経ってないぐらいの楽器になるんで、まあ、まだまだこれからこうがっつり使っていって、いただきたい楽器じゃないかなと思います。こんな雰囲気ですね。ということで今日ご紹介いたしましたのはオークラフトですねの、オールハワイアンコアボディハワイアンコアネックのビグスビー付きのテレキャスタースタイルですね。こちらの方をご紹介させていただきました。ぜひね、このオークラフト自体、うちもちょこちょこ新品なんかもお取り扱いしてますんで、なかなか中古っていうのは入ってくる機会少ないんですけれども、オークラフトのね、作りの良さとかを、感じていただけるかなと思いますので、お近くの方は店頭に、ね、いらしていただいて、ぜひ手に取って、この作りの良さを感じていただければなと思っております。ということで、オークラフトテレキャスターオールハワイアンコアモデル、こちら販売しておりますので、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それでは、タンタンでした。